はい、どうも皆さんこんばんは、サイテーマンです。スーパーマリオデスでやっていきましょう。炭酸水のこの海の国に到着したんですね。で、あそこにですね、なんかすごいソーダみたいなのをこうガブ飲みしてるタコみたいなやつがいるんで、そいつのとこ行くんじゃないかな。なんかめっちゃ悪そうな顔してんですね、これ。だからこいつ多分敵なんですよ。誠実そうな旅の人、あのひどい様をひどい様を見てくださいまし。まあ確かにひどいね、俺ね。世界仰天ニュースで俺こんな、人見たことあるな。好き勝手、チュルチュル飲まれて、グラスの中の誓いの水が空っぽなんでし。確かにひどいね。お、リゾートが台無しって言ってんな。あ、水が減っちゃったってことか、あいつが飲んでるから。なるほど。とんでもないね、あいつ。てか、どんだけ飲むのこれ。どんだけ飲むんでしょうか、この水。海の水がね、4つの噴水から海水が集まると、誓いの水が生まれるのでし。その交わりの奇跡から飲んだ人は幸せに暮らせると言われていますし。あいつ飲みすぎだろ。それにしても。大きな線だね。はあ、ドロップ?ヒップドロップじゃないな。とりあえずじゃあ話聞いていこうか。状況がわかんないんでね。変なスイッチつけられて、大事な噴水が止められてますし。ほう。よ。お、何?長押しで、Y 長押しで進む、B 長押しで上がる。あ、なるほどね。便利だね、こいつ。めっちゃ使いやすい、こいつ。めっちゃ便利じゃないですか。こんなんできるって。こういうことでしょ。こうで。あ、上がれないか。これ以上無理。え、これ以上上がれない?あ、水なくなった。あ、ダメだ、こうなったら。こうなったらダメだ。そうか、水切れとかすんのか。こうで、こうっすね。OK、ムーン獲得しました。1個獲得です。ただ、ムーン獲得はしたんですけど、肝心なことがあいつなんですよね。あのタコみたいなやつが、とりあえずどうするかってことなんですが。お、割れた。とりあえず踏んでみましょう。あ。これ怒るんじゃない?こいつ。いた。4つの粉砕を復活させる基礎な。誓いの水は渡さんぞえ。うわ。うわ。怒ってる。噴水はあと3つだね。あ、噴水を解放させていけってことか。ってことは、これを見つけろってことですね。他にも。あ、あっこに1個ある。あそこに1個あるんで、ちょっととりあえず行ってみましょう。うわ、攻撃してきてる。くっそー。なんか心なしか、ちょっと水が元に戻った感がありますが。お、向こう怪しいな。これもなんか気になるところではあるんですけど。あ、これ着替えた方がいいかもしんないね。水中めっちゃ泳げる服に。そっちの方がいいかもしんないです、この世界だと。この海の中を泳げるか、自由自在に泳げるかどうかはわかんないですけど、湖の服だったんで、多分勝手は一緒だと思うんですけどね。まあ、とりあえず、ここ登っていきますか。ん?奥にあるパワームーンを見に行こうにも危なくて命からがら帰ってきましたでし。俺が行ってきてやろう。噴水は4つ揃ってこそでし。俺が行ってきてやろう。じゃあ、この何十年とアクションゲームをし続けたこのマリオが行ってきてやろう。何十年もの間、こういうことをやらされ続けてきたマリオが、まあ、これぐらいの岩、大したことはありませんよ。かわす。段差を、しっかり段差的にもおかしくない。今ここ引っかかったらこんな軌道で来るはずないんだけどな。物理的な話をしてるんですけど。軌道がおかしいんだよな、これ。このボール。物理学で、こんな、これ物理学わかんないから、ああいう軌道で来てもおかしくないかもしんないね。よし。先行きましょう。あ、到着しましたよ。こ
これでまた1個噴水か解放じゃないですか。あと2つ、これぐらいの難易度だったらあと2つも余裕で解放できそうですね。よーし、バーン、あざす。そしてあえてのヒップドロップで踏んでいくと、要はこの蓋があるところにパワームーンがあるってことなんで、パワームーンのありかも分かりやすいですね。だから蓋をさ、あ、向こうにもあるね。向こうと奥にか。ってことはあの辺だな。あ、ここにありますね。で、その前にちょっと着替えますか。うん、これ泳ぎやすい服にちょっと着替えますわ。ここは？あ、噴水解放させたとこか。だから、噴水があとあるのが向こうだな。向こうの方にじゃあムーンがあるはずですね。ここかな。ここに飛びましょう。一発で飛んでくれるのがありがたいですね。そして任天堂スイッチなんでロードがほとんどないんですね。それもありがたいですね。さあ、水をかけるとどうなるんだろう。はあ、重要なヒントですね。水をかける方法。お前だ、こいつだ、こうだ、こうでしょ。あ、一応ヘリはするが持たないよ、これ、こいつの水じゃ。なるほど、一応ヘリはするけどこいつの水じゃ全然足りないですね。どっかになんか水を大量に吹き出せるみたいなやついないのかな。はい、わかりました。どうやらここの下に水があるみたいなんですね。だからこいつの発射する水でこういう足場を作っといて、まあとりあえず一旦降りて回復してみたいな、こういうことを繰り返して、あ、こういうことだ、なるほどなるほど、あ、こういうのでパワームーンを下にあると。よし、これで噴水がまた一個解放できますね。よし、応援船の封印解放しました。あと一個ですね、じゃあ。よし、行ってみしょ、見ましょう。あと一つ。一個納得いかないのが、なんでこの服が、このフィールドだと否定されてんのかが。あいつなんか頭が溶岩みたいになっていってるじゃないですか。あれ多分、自分が怒ってるみたいなんと、かかってるんだと思います。あと噴水は？あ、向こうだ。向こうですね。ちょっと行ってみましょう。はい、何やらね、灯台に登りたいならこの穴を降りていくといいですしって言ってるやつがいたんで、ちょっと行ってみますか。灯台にじゃあ行ってみますか。息が続かないからちょっと不安なんですよ、これ。もしかしたら来れない可能性が、あ、こいつ慣れるんだ。あ、これでじゃあ行きましょう。これで息が永遠に続きますね。よし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 。これで奥の方まで行きましょう。ただ、問題なのが、一個噴水をまだ解放させてないんですけど、こっちでいいのかっていうことの、あぶね！なんかスプラトゥーンのなんかサーモンランにこんなやついますよ。ボム食わすやついますよ。こっちか。こうだから、あ、こっちだ、こっちだ。行けました。よし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 。これで灯台まで行けますね。で、灯台まで来たはいいんですけど、あ、あった！スイッチありました。やった！スイッチとりあえずムーン解放させて、これで全部解放させたことになりますね。このなんかステージ、なんか突拍しないというか、いろんなところに行けすぎてめっちゃ難しいんですよ。今までだとなんか陸地を移動していくことがほとんどだったんですけど、ここね、もういろんなところに行けすぎて、ある意味迷路になってます。
はい、これで全部解放しました。でなんでちょうど線が抜けたら全部こいつのところに行くのかが全くわからないんですけど、あーもうカンカンでしょうねこいつ。うわー怒ってる怒ってる。誓いの水を取り戻そうよ。了解した、行きましょう。あいつをじゃあ倒しに行きますか。ボス戦なんですけど、明らかにこれフィールド的に不利だよな。ちょっと近づきますわ、あいつのとこに。これでいきます。で、要は、こいつの溶岩みたいなやつを、減らしてけってことじゃない?これで。水を当てても良さそう。そうですね、水当てましょう。ほら。おっ。オッケー、よし、はいと逃げるんじゃない。今この状態でだからどう攻撃するかってことなんですけど、多分ヒップドロップかな。とりあえず近づきましょう。ダメだダメだ、どうすんだろう。水当てりゃいいのかな。あ、こうかこうか、こういうことです。で水補給して登ってダメージと、よし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 、これでダメージ与えましょう。でさらに逃げていくんで追いかけます。逃がさんぜ。いたいた。ちょっとなんか敵の攻撃方法が増えてるんですけど、かわせなくはないっすね。待てい待てい、よし、あと一発当てらんないな。これで近くまで近寄って上がってチャンス。よし、あと一発、おそらくあと一発ぐらい。あ、まだか。登ってよし、あざす、倒しました。なかなか厄介な相手でしたね。うわあ、今なんか悟ったような顔しましたね、あいつ。そしてムーンも3つ獲得と。で、噴水が復活して、ムーンも3つ回収ということですね。なんかちょっとやりにくい、ま、フィールドでしたわ。やりにくいステージというか。海系がなんかめっちゃ難しかったね。ムーンがこれで3つ獲得できたんですけど、まだ多分ムーンが足りてないと思うんですよね。2つぐらい足りてないと思う。よし、綺麗な夕焼けだね。噴水も誓いの水も復活してよかった。クッパはこの国にいないんだし次の国に行こうよ。いや、そういうことなんですが、ムーンが1個足りない。ムーンが1個足りないので、おそらくですよ。ショップあったでしょ?あのムーン俺まだ買ってないんですよ。だからショップのムーン買って揃うんじゃないかな。なんか、ハワイがどうこうみたいな話してたやつ。あ、こう。なんか入れてくんないか、これ。旅の人もリラックスできる姿になって、シュワシュワーなを満喫するでし。ちっともリゾート気分がない格好ですし、やっぱりアロハ服ですし、アロハ姿ですし、何やってんの君たち。お、なんかやってる。お、あ、こういうことか。ボールをだから返してけってことね。なんかアームズであったよ、こういうの。アームズでありましたよ、こういうの。と、これ何回が最高なんだろう。これも多分、
オンライン的なことでしょうね。オンラインというか全国の人とつながって回数競うみたいな。ほら、いくらでも来い。はい、41回やってムーン獲得できました。多分15回ぐらいで、ムーンが出てくれたので15回が規定の回数だったかなと思います。41回か。で、わざとミスったとかじゃなくて41回目でマジでミスりました。はい、パワームーン集まったんで次の国に行こうと思います。いやー、結構難しいマップでした。俺ここ一番苦手かもしれない、今までのマップの中で。パワームーンが見つからないのでしたらコイン50枚でお助けしますよ。いや、いや大丈夫です。いい商売してんなお前いい商売してんなあいつ。50個でこの世界にあった商売してんな、あのキノピオ。ピーチ姫さらわれてんだよ。ただでやってくれよ。キノコ王国の兵士なんだったらさ。これで97個になりましたね。そして、僕の大の苦手だったこの海の国。なんか海の国やりにくかったわ。おさらばします。で、次の国ですね。料理の国。どういうこと？料理の国ってどういうこと？何？中国みたいなことですか？料理の国。じゃあ行ってみましょう。料理の国とは一体。料理人がいっぱいいるってことでしょうか。なんかフランスがなんか絵描きの国みたいなこと言われてますけど、そういうことでしょうか。料理の国。パティシエ修行はフランスに行こうみたいな。お、なんかイベントかな？ボスも結構強かったしね、さっきのフィールドのやつら。なんか俺は苦手でしたね、今のマップ。クッパは誓いの水で乾杯？式の準備は着々と進んでいるみたいだ。これワンポイントアドバイスですね。走り幅跳び。走るよりも早く前に進みたいときは、走りながら、あ、これ知ってます。次に料理の国も調べておこう。この国の有名な料理は火山を利用した祝福のシチューだって。祝福のシチューってことは結婚式用の料理を求めてクッパが行っている可能性があると。お、料理の国。あ、ここはなんか探索しやすそうですね。うん、なんかこう閉鎖空間的なところの方がマリオは探索しやすいです。料理を狙うブルーダルズ来てますね。さっきの国全く来てなかったんですけど。はい、料理の国に到着したということなんで、一旦じゃあこの辺でこのパート切りましょう。若干早いかもしれないんですけども、まあまた次回この料理の国からやっていけたらなと思います。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。